HS は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスが販売していた4セダントヨタベンシスをベースにしており、レクサス初のハイブリッド専用車である。2009年に登場した HS は、レクサスとしては、SUV の GX 以来の新車種となり、また同ブランドでは、初となるハイブリッド専用車種となった。 日本で販売されるレクサス社としては初の FF 方式の4度アセダンとなる。海外ではアメリカのみで販売されていたが販売不振により2012年1月をもってハワイ以外での販売は終了した。円高による輸出採算の悪化や2011年にはより安価な CT の登場により販売不振が加速する結果となり、 ハワイでの販売も2012年12月で終了したため、それ以後は完全な日本市場専用車種となった。同じハイブリッドカーであるトヨタ、プリウスのハッチバックのトライアングルシルエットではなく、コンサバティブなノッチバックスタイルのセダンスタイルとなっている。ボディサイズは D セグメント FR セダンである、 伊豆に近い大きさで、日本の大都市圏での取り回しなどにも配慮したという。プラットフォームは、プリウスや、アベンシス、オーリスなどに採用されている、新 MC プラットフォームを採用。リアサスペンションには、ダブルウィッシュボーン式を採用した。メカニズムは、プリウスなども搭載される、リダクション機能をつけ t h s 2と呼ばれる、トヨタ独自のハイブリッドシステムを踏襲しており、 143PS27.5kgfm を発生するに JM 型電気モーターやバッテリーも共通である。ガソリンエンジンはプリウスの1.8リットルから2.4リットルへと変更されパワフルで静粛性の高い走りと同時にコンパクトカーのビッツをもしのぐ 23.0kmL という低燃費を実現した。また、 日本のレクサス車としては、初の直列4気筒エンジン搭載車、かつレギュラーガソリン対応車となった。エクステリアデザインは、レクサス共通のデザインテーマ、L フィネスに基づき、空力性能を実現。2013年にフロントマスクは、先に2007年発売の、イズ F から、レクサスのテーマデザインとして採用された、スピンドルグリルを採用。また、LS600H や、 RX450H に続いて LED ヘッドライトを採用した。インテリアデザインは視認性と操作性を両立するために計器類やカーナビゲーションのディスプレイはダッシュボード付近に集中して設置されている。そのため操作デバイスにはリモートタッチが採用されマウスのように手元で操作することができる。 インテリアの一部にはエコプラスチックを採用するなどエコロジーに配慮されている。後にトヨタブランドから発売されたサイは HS の姉妹車にあたりプラットフォームはもちろんのことハイブリッドシステムや車体の基本骨格フロントドアなどの部材に至るまで多くが共通設計であった。サイは日本国内潜媒車種として車体サイズが わずかに縮小されているほか、吸音材の違いにより、車重も軽く、静粛性の差や、内外装の製造基準など、全般には、レクサスシャタル、HS250H の方が高品質であった。ただ、蔡は、トヨタブランドでありながら、レクサス車と同一の製造ライン、トヨタ自動車、九州宮田工場、で生産され、 他のトヨタ車と比較しても目に見えないところにコストをかけた付加価値の高い商品に仕上がっており、クラウンに悲見する静粛性とそれに準じた内装、装備品を備えていた。このため価格の近接していた HS250H のエントリーモデルとサイの最上級車種とでは価格の相違、装備品の充実度などから選択肢としての議論があり、 HS250H のエントリーモデルにはオプションでもパフォーマンスダンバーは装備できないが、サイの最上級車種ではパフォーマンスダンパーをオプション追加しても価格ではサイが下回り、加えてミリ波レーダー方式によるセーフティーシステムも標準装備されるなど HS250H の優位性が必ずしも際立つことはなかった。もっとも、その 歳にしても、車両サイズと価格帯が満、人受けすることがなかったため、販売面では苦戦を強いられ、HS250H よりも早々に販売を終了することとなった。最終的には、かつてのプログレやブレードでもそうであったように、日本国内における小さな高級車の難しさを証明するかのような結果となった。ありがとうございます。